チョコレートを渡した人ももらった人も私たちバヒャムからスペシャルなプレゼントがあります。はい、今日は今日にぴったりのあの曲を歌っちゃいますよ、うん、さらに今日は15分の拡大版でお送りします。ミュージックジャパンスタート。の時がものすごく緊張しすぎてすごいふわふわして記憶にないくらいだったんですよ、はいはい、でも今回はたくさんのアーティストの方と仲良くなったりとかしておしゃべりとかしたから結構緊張しなかったんですよ。意外ともともとしないタイプ、そう割と3人の中ではしないタイプなので、本番前の木村カエラさんにもお会いできたんですって、お会いできて、あと袖でいっぱい喋ってたので一緒にどういうこと話したの？いや言えないですそうね、いろいろ話してたんで、そう私が緊張していてちょっと変な動きをしてたらしいんですけど、 そうそう、はい、それを指摘、はい、してきてですね、はい、3人がそれ出た時におかしいよってしちゃダメだよって、あその動き、うん、その変な動きしてたんですか？そうなんで、それをちょっとそれしたら落ち着くって言ってたんで、そうなんですか？キャンドル入部で湧き上がる MJ ダンス部、今回の課題曲はベイビークルージングラブ、テレビの前の皆さんもレッツダンス、はい、それではあーちゃん先生、はい、お願いします。お願いします。頑張ります。それでは一番最初、はい、マイクを左手に持って、はい、左手、最初は恋だけ愛だけ、恋から恋です、恋です、恋の運命はです、はい、恋の運命、恋、ここに、右手を、はい、その胸のところに当てて開く、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 で、右手を置く、で、その時に左足が開く、開く、開く、それを2回、恋の運命、ここ、可愛いポーズ、
可愛く覚えてください。ここはいかにここを出すか、腰の首のようにここを出すか押してください。で、これゆかちゃんがこれ上手なんですけども、ゆかちゃんのこの 首の角度をちょっと一度見ていただきたいんですけど、初めて言われたんでびっくりしました。恋の運命、はい、はい、かわいい、かわいい、ね、これね、ここ一番胸キュンポイントです、はい、ここ一番胸キュンポイントです。はい、ここ忘れないでください。はい、いきます。恋の運命で、わー、手を前に、左から右に開いて、開く、と、ポンで左足にタッチ、こっち、ポン、右足で手を触った足を後ろに下げる、下げて手を、右手を、手を上げ、パーで上げて、その手を見る、で、パーグッグッアイグッ、照明、照明、パッパッサ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 ッ、最後のサで、そうですね、最後のサでグッグッサッサッグッ、パー開いて、できてますね。なんとかできてますかね。これはちょっと優秀パターンです。優秀ですよ、はい、じゃあ私たちが抜けて、そうですね、わー、キャンダルとマリちゃんでミュージックスタート、はい、